なんだ、まだいたのか。ずいぶんな言い草だね。ちょっと付き合ってなんだこいつら、喧嘩ばっかしてると思ったら案外仲良くやっていけそうなんじゃないか、ぷとか思ってたでしょ。なんだよお前、気にするなって言っただろ。あいつにもそうやってはぐらかしてきたんだ。ねえ、相沢にとってあいつは特別な男。特別って別に、そりゃ幼なじみだから他の男子より付き合いはあるけど、ついつい目で追っちゃうほど心配してる。いつの話だよ。さあ、いつもそうなんじゃないの、あいつのこと気にしてるじゃない。そりゃ気にするだろ、あいつバカだし問題行動ばっかするし、とにかく厄介だし。でもお前の方がもっと厄介だ、アホウスイ。ウスイ、もう限界。あいつのせいで無駄に消耗した。何がおかしいの。いや、男子はもうバーベキューやる時間だぞ、腹減ったなら早く。無理、もうしばらく動けない。あ、雨上がったな。そうだね。